の糸お釈迦様は極楽の蓮池の淵をお歩きになっていらっしゃいました池に浮かぶ蓮の葉に目をやると宝石のように美しい水滴が光り輝いているではありませんかしかしなぜか生臭い匂いが漂っています見ると一つの蓮の葉の上にカエルの死骸が一匹何とも言えない悪臭を放っています お釈迦様が死んだカエルを手に取り息を吹きかけるとなんとカエルは美しいハスの花に変わったのですお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っているハスの葉の間からふと下の様子をご覧になりました水晶のような水を透き通して 地獄の光景がまるで虫眼鏡で見ているようにはっきりと見えます。座人 <laughs> たちが針の山や血の池地獄でうめき声を上げています。すると地獄の底に神田田という男が一人、 針山で血を流しながら苦しんでいる姿が御目に止まりましたこの男は殺人放火窃盗詐欺などあらゆる犯罪に手を染めていましたが一つだけ良いことをしていました <noise> ある日この男が道を歩いていると大きな雲が一匹張っているのが見えました神田タは殺そうと思いましたが 靴が汚れるのでやめました。雲は命拾いしたことを非常によろこんでさっさと草むらに消えていきましたお釈迦様がン田タのようすを見ているとあの時命拾いした雲がやってきて言いました「お釈迦様あの男は俺の命を助けてくれた優しい人だよ」。 僕が雲の糸を出すからその糸を男のところに垂らして引き上げていただけませんかと雲は言いました。ンダタは雲を殺そうと思った時自分の靴のことしか考えていなかったのに雲は命の恩人だと思っているようです。お釈迦様はおっしゃいました。それは慣心な男だ。 よーし、助けてやろう。早速、雲が出した糸を地獄に垂らしてカンダタを助けようとしました。糸がカンダタの前できらりと光り、その存在感をあらわにしたその瞬間、カンダタが上の方を見ると、なんと大きな雲がカンダタに向かって手を振っているではありませんか。助かった俺は極楽浄土に行ける 神田太は必死に糸を手繰り寄せ上へ上へとよじ登りましたかなり上まで来たと思った時手も足も疲れてしまい一休みしていると下の方から「うおーうおっと不気味な声が聞こえてきます。 見るとたくさんの罪人が我も我もと雲の糸にぶら下がってよじ登ろうとしているではありませんか。これは大変だ。こんなにたくさんの人がぶら下がると雲の糸が切れてしまう。やめろ。お前たちは登ってくるな。これは俺だけの糸だ。と神田田は叫びました。 その時でございます。どこからともなく一匹のカマキリが飛んできて、カンダタのすぐ下の糸に止まりました。カマキリは大きな目をカンダタに向けて言いました。俺のことを覚えてるかカンダタはカマキリのことなど全く記憶にありませんでした。カマキリはにやりと笑って言いました。あの時、お前に羽をちぎられたカマキリさ。お前のおかげで俺は飛べなくなった。 あっという間に大きな鳥に食われちまったよ。神田太は渾身の力を込めて糸にしがみついています。俺が悪かった。お願いだ。助けてくれ。神田太は力の限り叫びました。と次の瞬間、カマキリは自分のすぐ下の方の雲の糸を切ったのです。 下の方でうごめいていた罪人の軍団は、真っ逆さまに地獄に落ちていきました。そら、これで糸は大丈夫だ。さっさと上に上がれ。どういうわけか、カマキリはカンダタを助けたのです。カマキリはひらひらと飛んで、はるかカラタに見えるお釈迦様の肩に止まりました。 とにかく地獄から逃れたい一心で、神田太は必死に糸をたぐり寄せて登りました。やっとの思いで、お釈迦様の御顔がはっきり見て取れるくらいまで登ることができました。雲もカマキリも、「頑張れ!」と言って応援してくれています。やがて神田太の手がお浄土の淵にかかりました。 やった俺は助かるここは極楽浄土に違いないお釈迦様が右手を差し伸べてくれました。柔らかくて暖かいお釈迦様の手を、神田タが右手でしっかりと握りしめたその瞬間に、神田タの体は一気に引き上げられました。もう大丈夫と思った神田タでしたが、ゆっくりと体を休ませる暇もありませんでした。 なんとお釈迦様の手が神田タの手から離れないのです。お釈迦様の手はどんどん冷たくなるばかりです。神田タがお釈迦様の右手を払いのけようとするのと、ハスの池に血が滴り落ちるのがほとんど同時でした。お釈迦様の手が刀に変わったのです。お釈迦様の顔はみるみるうちに野獣のような顔になり、 その姿は見るもおぞましい巨大なムカデに変わってしまいましたお釈迦様の肩に止まっていたカマキリはいつの間にか巨大な虫となり奇妙な声で泣いていましたムカデとクモはカマキリの背中に乗ってはるか彼方に飛び去っていきました ハスの池は血の池地獄と化し、神田タは泳ぐ力も尽き果てて、池の底に沈んでは浮かび、浮かんでは沈み、死ぬこともできずに苦しみ続けるのでした。はははは。ここは極楽なんかじゃない神田田君。ここはお前の第二のステージさ。つまり新しい地獄に落ちたということなんだよ。そこから抜け出す方法を、 一つだけ教えてやろう。それはお前の隣にいる人を助けることだよ。どんよりと曇った生臭い空から乾いた声が聞こえてきました。